こんにちは、多聞丸のカンコレ、多聞丸です。今日も、元気に、配信していこうと思いますので、よろしくお願いします。本日はバレンツ海海戦の、輸送ゲージ、工作戦で、挑むということで、準備をしてきました。多分問題なく遂行できると思うんですけども、でもやっぱり不安がありますね。それでは、早速ですね、作戦の方の内容からご説明したいと思います。はい、空母Q3、今日も初コメありがとうございます。本日はこちらのバレンツ海ですね、輸送ゲージの作戦をやっていくんですけども、編成の方はですね、輸送護衛部隊で行こうと思います。あ、KK さん、コメントありがとうございます。ゆっくり見ていっていただければと思います。今画像に映っています、マップが今回のバレンツ海インニの海域ですね。そして、輸送護衛部隊になりますので、こちらの艦隊から、出撃をするんですけども、最初はB 地点の濃度分岐の地点に行きます。その濃度分岐から、C 地点の潜水艦隊ですね、これに向けて前進をして、そこから前進を続けて F マスの空襲マス、ここをくぐり抜けて H マス、ここがおそらく一番突破が難しいのかなと、TP 軍が現れてくるので、そこをうまく切り抜けられれば、あとは、合います。通常の水雷戦隊の戦いなので問題ないのかなと思います。そして J マスで揚陸をして K マスを通過、最後に N マスですね、ボスのマスに行くと、こういうルートになりますので、通常戦闘は水上戦で2回、対潜水艦戦が1回と空襲戦が1回なので、特に H マスだけ事故らなければ問題なくいけるのかななんて思ってはおります。それでは編成の方ですね、出していきたいと思います。あ、おめんさん、あ、今日も、見に来ていただきましてありがとうございます。ちょうど今からバレンツ海の輸送ゲージ作戦ですね、始めていこうと思いますので、よろしくお願いします。今画面の方、切り替わっていると思います。出撃メンバーですね、ちょっと今回今回の、イベントが三段階の、イベントになってるんですけど、来週には最終回帰が公開されるということで、その出席メンバーのことをいろいろ考えていますと、なかなかこの会期のメンバーもですね、
ちょっと簡単に切れないなという部分がありまして、いろいろ考えた結果こういう編成になっております。航空巡洋艦の三隈を機関に、吹雪型の、サギリ、そしてアマギリ、さざ波、おぼろ、そして響きの、航空巡洋艦1、駆逐艦5の第一艦隊になっています。装備の方は、このようになっております。これでやっとムガミンに追いつけそう。水上戦闘機を、ガン積みしてます。ちょっと過剰かもしれないんですけど、途中に空襲マスもあったりするので、まずちょっとこれで様子見ようかなと思っています。サギリがお力になれることがあれば、サギリの方には、ちょっと様子見でドラム缶全部積んだりしてます。はい、行くかい？いいよ。はい、アマギリも、同様にドラム缶を、3つ積んでるような状態でちょっと様子を見ようかと思います。来たこれ、さざ波ですね。手法だけ、1問積んでおります。あとはあのドラム缶2つという感じの装備にしております。おぼろもあのさざ波と同じ、手法1、ドラム缶2の装備をさせております。司令官、作戦命令。そして響きの方にも、同様の手法1、ドラム缶2の装備ですね。どうしても輸送作戦なものですから、ドラム缶多くなっちゃうんですけども、とはいえ道中突破しないとねいけないところもありますので、まず最低限の装備だけしているような状態になります。そして第2艦隊の方はこのようになっております。軽巡洋艦のパース、そしてゴトランド、駆逐艦が、同じく風引型の白雪、そして磯波、そして、Z3 のマックスですね。最後に重巡洋艦のヒューストンという編成になっております。そしてこちらがあの戦闘主力になっちゃうので、あの装備の方はあのそれ用に書いてあります。パースの方にはあの対戦、一番最初は対戦戦闘になりますので、あの先制対戦攻撃ができるように対戦装備を缶詰めしております。ちょっと過剰かもしれないんですけど、あの一人でも落とせればね、それだけあの突破率も上がると思うので装備させています。はい、そしてゴトランドもあの同様ですけども、あのどちらかといえば本域戦メイン の, あの兵装になっています。主砲2の、偵察機、こちらもどちらも補正が入っているので、おそらく命中ここは TP のことも考えた方がいいから、主砲は小さい方がいいのかもしれないな。ちょっと変えましょうね、ここは。やっぱり小型の手法じゃないと当たらないことがよくあるので、ちょっと こちらの手法でちょっと様子を見てみます。はい、どうかなそれって。そして白雪は、手法、手法、そして水上電炭ですね。実は風靡型の中では一番連動が高い白雪ですが、あのイベントで出るのは本当に久しぶりなので、今回はあの第2艦隊で出撃してもらいます。磯波も同じく主砲、主砲、電炭ですね。連動はもう98まで上がっているので、十分活躍できると思います。
マックスだけには対空カットインができる装備にしてあります。まあ、あとはあの水上艦の砲撃力も期待できるので、ちょっと後方の方から配置という感じになります。そして最後にヒューストンですね。主砲、水上戦闘、偵察機という布陣で行ってみようかと思います。まあ、状況によってはまた装備とかいろいろ変更したりするかもしれないんですけども、基本的な編成はこんな感じでいきたいなと思います。それでは、支援艦隊の方も道中支援ですね、出していきたいと思っております。秋はもう少しでもう終わってしまって冬になっちゃいましたけどね。支援艦隊の機関には神風、主砲を電炭の装備で挑んでいきます。やだ、最近寒すぎ、下手したら風邪ひいちゃう。司令官、部屋にこたつ出してよ。こたつ、私運ぶの手伝ってあげるから。確かに寒くなってきたので、まあ、そろそろこたつも出したいなと思ってるんですけど、まだ出していない私です。春風は主砲電炭の装備にしてあります。この戦いの後もまた提督と紅茶が飲みたいで。おそらく後半戦では主力になるであろう本郷ですけども、今は支援艦隊の方に回っています。主砲さんの水上電炭の装備になっています。いつでも準備できています。はい、比叡も、今後と同様主砲さん水上電炭ですね。まあ、なかなかここら辺はね、だいたいこんな感じの装備になってくるのかなと思いますね。春菜でいいならお相手しましょう。はい、そして春菜も、主砲さんの水上電炭装備ということになって、最後ね、艦載機が落ちちゃいますから。はい、嫁艦飛龍ではありますけども、なかなか今回正規空母の出番がねちょっとないので、ね、あれなんですけどね、水上爆撃機、艦上爆撃機、艦上攻撃機2の対空電炭という装備で、支援の担当をしてもらいます。以上の艦隊編成で今回の予想ゲージに臨みたいと思います。だいぶ説明長くなっちゃったんですけどもね、まあ、この海域は基地航空隊がちょっと使えないので、まあ、艦隊だけでなんとかしないといけないので、まあ、情報ではそんなに難しくはないというふうは聞いてはいるんですけども、でもやってみないとやっぱり分かりませんので、まあ十分準備をしてきたつもりではいます。第2作戦海域作戦要項です。本作戦の主眼は輸送作戦です。さあ、では難易度の方は高作戦ですね、選んでいきます。バレンツ海海戦、北方友軍への輸送作戦を実施する。敵基地航空及び艦隊による妨害が予想される。精鋭主戦力に阻止艦隊を突破せよと。もう艦隊はもうね、突破するための、まあ、陣容でいくということになりますね。さて、準備もできたところで行ってみましょうか。ドキドキしますね。では出撃しましょう。ムガミンにも見せたいですわ、ミクマの晴れ舞台。TP は600ポイント、まあ、前回の E1 もそうだったんですけどもね、輸送作戦はどうしても時間がかかりますので、まあ、じっくり構えていきたいところです。まずは対戦マスですね。こちら今回のイベント、第2艦隊、第1警戒航行序列で突破を図ります。さあ、ミクマの立体的な航空砲雷撃戦
始めますわ。逃がすな。撃て。反抗戦ですね。これなら大丈夫かな。やっぱりマックスは対戦も威力が高くなってますね、やはりパースとマックスは対戦装備にした方がいいのかな、ちょっとまだここは考えないといけないですね。活躍できました。お礼申し上げますね。TG 有利を振られると雷撃食らってしまいそうな感じもしますね。E3 の2本目は時間がかかりましたね、ということですから、そうか、第3回帰でも輸送作戦があるんですね。いただいておきます。そうなるとまた駆逐艦たちをたくさん投入しないといけなくなるから、さらに編成の方を考えないといけないですね。ここはやっぱり頭を使うところですね。では空襲マスですね、第三警戒航行序列陰形陣で突破を図りましょう。さあ、ミクムの立体的な航空砲雷撃戦始めますわ。あ、ミクマの水上戦闘機体がここで活躍するはずですね。前回もそうでしたけど、空襲マスは突破するまで油断できませんのでね。提督がミクマを選んでくれたから活躍できました。お礼申し上げますね。あ、シャゲさん、こんにちはです。今日も、元気に配信しております。ゆっくり見ていってください。まあそうなるわね。仕方ないわ。いただいておきます。はい、パース。ありがとう。ここも、なんとかね、突破できましたので、さあ、次はいよいよ PT 軍ですね。ここが、今回一番、ちょっと気になってたところではあるので、第4警戒航行序列の戦闘形態で戦闘を開始です。攻撃型の赤いやつもいますか。まあこれで支援艦隊頼むよ。一機でも二機でも頼む。よし、三機避難してくれましたね。なかなか当たらない。当たらないですね。おお、本当に当たらないな。これはまずい。2本、2本、わあ、ギリギリ。まだよ、私はまだ航空が出るわ。皆さんお願いします。あ、もらってしまいましたね。まあ予想通りというか、やっぱり一番危険だと思っているところが狙われましたね。徹底的にやっちまうのね。でもなんとか中波で止まってくれたんでよかったんですけどもね。まあ次のところうまく抜けられればいいんですけどね。提督がミクマを選んでくれたから活躍できました。そうですね、やっぱり機銃をちょっと用意しておかないと、やっぱ命中率に問題があるようですね。ちょっと次で装備の方ですね、機銃ちょっと積んでいこうと思います。おめんさん、ありがとうございます。やっぱり機銃積まないとダメみたいですね。ここは単獣陣ですからね、まあ、先ほど同様雷撃だけはもらいたくないところですね。支援は十分、あとは水上艦隊
の本域にかかってますけどね。あと一石 OK です。なんとかここも抜けられましたね。なかなか突破が困難でもなさそうだけど簡単ではない、まあ、そんな印象のカムアップですね。こちらも一番、まあ私の故郷の偽装って物がいいし、そ家具もいいんだよ。家具もやっぱりいいことランドさんですね。私ふみづきっていうの、よろしく。はい、ふみづきよろしくお願いします。では、進撃ですね、していきたいと思います。とではここは、ケーマスですに選んで進撃ですね。揚陸でドラム艦12の、まあ、その艦艇の補給物資を搭載と、あ、搭載書のを下ろしまして、そしてエヌマスに行きましょう。私がクマクマ行ったっていいわよね。では、第4警戒航行序列で、突破を図りたい、まあ、最低 A 勝利しないとね、せっかくここまで運んだのも意味がなくなってしまうので、うん、さあ、いけるかな。そして砲撃戦です。クマ、攻撃開始。行きましょう。だあ。ほいや。逃がすな。撃て。いいわ。少々弾幕が薄い気がします。ごめんなさい。エネミーインサイト、始めましょうか。そして砲撃戦です。おぼろが守り抜きます。あとは敵の機関のみになりましたがね、これで A 処理は確定というところですね。航空部隊の皆さん、ここでおぼろには出てきますか。おぼろ大丈夫だから。いいね、燃えるそこなんだ。絶対に守ります。無駄だね。やはり戦艦の装甲を抜くにはやっぱ野戦に行くしかないようですね。では野戦に突入していきましょう。艦隊は野戦に移行する。敵の雷撃にも注意せよ。突撃、撃て。ちょっと被害出ちゃいましたけどね、なんとか、勝利することができました。やはり PTU の対策がちょっと足りなかったという印象を受けますので、ちょっと装備ですね、見直さないといけないところではありますが、まずは、最初の輸送が成功してよかったです。まあそうなるわね。仕方ないわ。いただいておきます。これで1回あたり108ですね、うん、108だからまあ6回やれればいいって感じだから、そこまでドラムがふうこれはびっくりしましたね。ジャービス来ちゃったよ。もう絶対よ、任せておいて。いや、もちろんジャービス持ってるはいるんですけど、やっぱり来てくれると嬉しいですね。ジャービスありがとう。艦隊が無事に帰還できました。よかった。今ちゃんとねロックしないとね、いけませんね。はい、ちゃんとロックしました。はい。これでやっとモガミンに追いつけそう。あ、おめんさん、KK さん、おめこめありがとうございます。ニクマ、まさかあの、また苦労をして味方にしたジャービスが出てきてくれるとは、うん、これは運が向いてきたのかもしれないんですけども、
覚えてらっしゃい。まあそういうふうにね、気持ちがこう上がっていくことが重要だと思うのでね、ちょっと疲れました。本当に、来てくれて嬉しいと思います。大変申し訳ありません。さぎり、少しだけ下がらせていただきます。そして先ほどね、ちょっと命中がかなり苦戦しちゃったのでね、どうしようかな。じゃあちょっと、白雪に、じゃあこちらを、もっと活躍できるよう頑張ります。とちょっとここに金銃を、搭載させて、もっと頑張れるでしょうか。ゴトランドにもここは機銃、どうかな、それってこれ以上落とせないしな。マックスには対空か。ここはマックスにも機銃乗せちゃいましょう。あまり最近使ってなかったこの、この機銃ですね。これが使ってみようかな。あとはヒューストンか。あ、第2はこれでいいかな。第1艦隊、通常爆撃機、じゃあ1スロットだけ水上爆撃機を搭載させてみようかな。素敵な装備ですわ。あとはちょっと輸送量がこれで、いやでもな、結構これで増やしちゃうと かえった悪影響を及ぼすこともよくあるから、どうしようかな。機銃、ここはちょっと機銃にしましょう。まあ、せっかくあるんでね、この装備に変更して、やっぱりある一方の方を強化するともうある一方の方がおろそかになるっていうのはよく私もやってしまうので、おぼろを強くしてくれるの？ありがとう。ちゃんと装備できるものはしていきたいなと思うので、ちゃんと装備させていきます。あとはポンポンポン、ハラショ、こいつは力を感じる。力を感じると響きに言われてしまったんでは使わざるを得ないという感じで、すっかり寒くなってきました。さあ、スカートだと少し足がスイスイして、おめんさんの助言通りですね、ちょっと機銃増やしてみましたので、先ほどよりはティーピングに命中率高まったかなとは思いますので、まあ、それも試すための、戦闘になりますが、ではいいわね。支援艦隊を出して2回目の出撃に行きたいと思います。前段作戦、第2作戦海域、作戦航空行きましょうか。第2出撃しますわ。2回目の出撃です。もう早い方ですとね、もう私が黒くない、まあ、前段作戦の方はもう完了されてという方も多いとは思うんですけどもね、ここの第2回帰から第3回帰だとまたレベルがこうぐんと上がるというふうには伺っています。なのであまりこう先々まで考えてはいなくて、まあ、この海域突破だけを考えて編成しちゃったところも正直ありますけれども、まあ、できるだけ攻撃開始、きましょう。この海域の突破に、まあ、全力を傾けて
来ましたので、まあ、そういうのがちょっと特徴的な編成になったのかなとは思います。中派まで追い込めましたね、うん、ではここはもうね積み木しても意味はないので、積み木せずに A 勝利という感じですが、まずは初戦突破というところですね。いただいておきます。はい、最初の対戦マスを突破できましたね。さあ続けて空襲マスはここをね、万全な体勢にしてもやっぱ直撃機が水上戦闘機しかないとなりますとね、どうしても不安は揺ります。本当にすり抜けてポーンとね大破しちゃう時がよくよくあるので、今回は、うまく切り抜けられるか、みんな頼むよ。そして砲撃戦です。カットインが出て、ヒューストンがちょっとかすっちゃいましたけどね、なんとか今回も抜けられました。本当ここは確実性はほぼないと言っても過言ではないですからね。申し上げますね。クルンピーパラ、まあそうなるわね。仕方ないわ。いただいておきます。はい、まあそうなるなと言えばとヒュ師匠のことを思い出しちゃいますけどね。まあ前段ではちょっと手番が今のところないのかもしれないんですけども、でも活躍する場面は必ず来ますのでね、まあその時まで待ちましょう。ではピーティングですね。こちら今度は先ほどのようにはいかないと思いますが、第4警戒高校序列で戦闘開始です。さあミクムの立体的な航空砲雷撃戦始めますわ。そして砲撃戦です。クマ、さあ追い込むわ。オープンファイヤー。少々弾幕が薄い気がします。逃がせない。撃て。やはりそうですね、機銃の力というかね、やはり装備をちゃんと変えますとね、きちんと成果が出てくれました。本当に助言いただきましてありがとうございます。まあこういったところをやっぱおろそかにしてますとね、思わぬ大破で撤退もしてしまうことになりかねないので、もしお気づきな点がありましたらコメントいただけますと助かります。はい、それでは続けて突破していきましょう。よろしく頼むよ。 OK です。これで残りは2隻と頼みますよ。あと戦闘はでも簡単には落ちてくれなそうですね。かかってきなさい。敵艦を捕捉、攻撃開始。
んとか、ここも無事に切り抜けられましたね。提督がミクマを選んでくれたから活躍できました。お礼申し上げますね。はい、ここも、みんなの力で突破できましたね。まあそうなるわね。仕方ないわ、いただいておきます。はい、みんなお疲れ様です。さあ次はいよいよ、ボス戦になります。あられです。んちゃとかは言いません。よろしく。はい、あられも、よろしくお願いします。まあ、今回はまだちょっと出番がね来てないんですけども、まあ、近いうちに必ず出番がやってきますのでね、まあ、それまでしばしお待ちいただければと思います。私がクマクマ言ったっていいわよね。はい、これで2回目のボス戦となりますね。まあ、先ほどはうまくね撃破できましたけども、今回はどんな結果になるのか、まあ、最低でも A 勝利、まあ、取っていきたいと思ってはおりますけどね。そして攻撃戦です。今回は同行戦の単獣人、ちょっと殴り合う感じになりそうですね。ここで白雪避難しちゃいましたね。まあでもまだ中波まだまだいけます。ですね、磯波の攻撃が駆逐艦を落としてくれました。残るとは敵の機関のみ。嫌いとかじゃねえんだ、沈みはしない。まだ走れるぞ。下がりません。絶対に守ります。突撃一択だ。そこなのね。遅い。天霧に避難しちゃいましたね。お願いします。あ、でもここは響のカバーが入って徹底的にやっちまうのね。おぼろが守り抜きます。遅い。やはりキル戦では難しいですね。でも野戦で艦隊は野戦に移行する。突破を分かります。突撃撃て。今回もみんなの力で突破できましたね。いやー本当にね、戦いはきちんとね装備と、連動、提督がミクマを選んでくれたから、そして編成、そして最後は、みんなの、力で、突破をすると、まあ、そういう感じで、まあ、イベントの方も、まあ、通常会期もそうなんですけども、まあ、突破をしていきたいなと思っていましたので、本当に嬉しく思います。そして今回も108ポイントの、輸送ゲージですね、取ることができました。ハグロです。妙高型従順洋館姉妹の末っ子です。ごめんなさい。はい、ハグロさんよろしくお願いします。艦隊が無事に帰還できました。よかった。はい、まあ、やはり先ほどのPTM のですね、ここがうまくいったので、ニクマ感謝いたします。まあ、先ほどよりは、Thanks、また出撃よ。いやだいぶですね、道中が安定したのかなと思います。よし、補給は万全。次は何、戦団護衛。ちょっと長風呂するぜ。いいだろ。ご迷惑をおかけしてすみません。私
少しの少し服が汚れてしまったわ。ここは大丈夫かな。待ってて。さて、今の状態をちょっと確認しながら行こうかなと思います。そうですね、 PT 対策はもう大事ですね。また手法と、そして、機銃、まあ、これにさらに電弾も加われば命中率は格段に上がります。うん、特に問題なさそうですね。はい、それでは続けてスニーキーしていきましょう。支援艦隊も、準備して、うん、いいわね。よし、作戦計画概要を前段作戦。あ、でもね、そろそろ何かが起きてしまう、まあ、そんな予感がしてしまうのは、まあ、いつも私の悪い癖なんですけどもね、まあ、すんなり行くとはいつも思っていないので、まあ、そこもね、きちんと対応していけるように準備をしてきたつもりですから、ここも、ちゃんとね、陣形間違わないで選びましょうね。ちょっとね、本当ここでボタン連打してしまって、戦闘形態を間違ってしまうとね、とんでもないことになってしまうので、まあ、そういうことにならないように、きちんと陣形選んでいきたいと思います。ETG よりかちょっとまずいな。まずこれは雷撃はもらえないですね。もらったら間違いなく持っていかれますね。いいですね、初弾をもらわなかったので良かったんですけどね、ちょっと危ないですね。先ほど言ったことがそのまま実現するところでしたね。本当こういうのがありますのでね、油断はできないです。活躍できました。お礼申し上げますね。クルピーペラ、まあそうなるわね。仕方ないわ、いただいておきます。まずは最初の潜水艦ですね、ここ突破できましたので、続けて空襲マスいってみましょう。きちんと、陰形陣ですね、これでは大丈夫でしょう。でも確実に突破できるというのはありませんからね。きちんとこの戦闘結果を見ながら進軍ですね、していかないといけません。カットインが出なかったんでちょっと危ないかなと思いましたけどね、なんとかここもねダメージを最小限に抑えての突破ができたようですね。提督がミクマを選んでくれたから活躍できました。お礼申し上げますね。クルンピーペラ、まあそうなるわね。仕方ないわ、はい、いただいておきます。空襲マスも、突破できたので、さあいよいよまた PT 軍ですね。今回も
うまく抜けられるといいんですが、さあどうなりますでしょうか。第4警戒高校序列で戦闘開始です。さあ、ニクマの立体的な航空砲雷撃戦始めますわ。先ほどよりもちょっと赤いのが一気増えてるような気がするんですけど、大丈夫かな。よし、ピーティングが 2機落とせましたね。そして T 字振り、いいですね、マックスの攻撃が。あと残るは敵機関だけになりましたね。さすが後期型、当たらないですね。始めましょう。なんとか敵の攻撃がされる前に落とせましたから、まあ、被害がほとんどね出ないで済みましたけども、これがちょっとでも残っちゃいますとね、提督がニクマンを選んでくれたから、初戦のように来日で中破もしくは大破ありえますからね。提督、これは私の選考が認められて、ありがとうございます。光栄です。お受けします。はい、ヒューストン、ありがとう。これで、また輸送マスですね、そこまで行くまでの道のりが開けました。油断はできないですね。ここもちゃんと陣形選んで、戦闘も開始です。立体的な航空砲雷撃戦始めますわ。さあ、ニクマの立体的な航空砲雷撃戦始めますわ。やります。撃ち方、ほいや、いいですね。ここも無事に突破できました。このマスが今回のルートの中では一番、突破しやすいような地点なのかなとも思いますけど、でもこればっかりはね、戦闘を重ねていくことで思わぬ被弾があったりする場合がありますから、ちょっとここも気は抜かずにいきたいですね。私がクマクマ言ったっていいわよね。さあ、物資の揚陸が完了ということですけども、ここで勝利を収めて初めてこれが完了になります。私がクマクマ言ったっていいわよね。はい、それでは、今回3回目ですね、ボス戦となります。今回も、突破できると思います。みんな頑張ってきてね。さあ、ニクマの立体的な航空砲雷撃戦始めますわ。そして砲撃戦です。今回は反抗戦ですね。これは厳しい戦いになりそうですね。まだよ、私はまだ戦えるわ。有効かな。お願い、時間を補足、攻撃開始。撃て。少々弾幕が薄い気がします。ごめんなさい。3隻目は取れそうですか。取れましたね。ヒューストンが被弾をしてしまいましたね。絶対に守ります。徹底的にやっちまうのね。先に下がりません。遅いよ。
間ではね、走行が抜けないのは分かっています。野戦で被害は出るかもしれないんですけどね、突入していきましょう。やはり、まあ、やはり無傷ではいられませんが、この返す刀の一撃を、取れましたね。やはり反抗戦になりますとね、昼戦での決着、まあ、もちろん難しいんですけど、まあ、こちらの被害もだいぶ増していってしまった感じはありますが、なんとか勝利できましたね。活躍できました。お礼申し上げますね。あれ、ゴトが一番？まあ、私の故郷の偽装って物がいいし、そ、はい、家具もいいんだよ。今回も、108ポイントですね、取ることができましたね。みんなお疲れ様です。かすみよ、ガンガン行くわよ、ついてらっしゃい。はい、かすみ、よろしくお願いします。なんとか3回目も、無事に突破できましたね。みんなお疲れ様です。ニクマ、感謝いたします。 Thanks。 また出撃よ、今度こそ。お気に入りの制服が台無しよ、覚えてらっしゃい。ご迷惑おかけしてすみません。私少しの間、ちょっと汚れちゃった。お風呂いいかな。これで、残りは計画概要をあと276ですね。まあ、なんとか半分まで来ましたので、あとはあと半分ちょっと頑張っていきたいところではありますが、ここでちょっと一旦、休憩ですね、寝たいと思いますので、よくちょっとかけていこうかなと思います。
軽巡兵出撃します。みんな続いて航空巡洋艦ゴトランド抜尾します。頑張ってみる。作戦計画概要をご説明します。前段作戦、第二作戦海域、サノガミンにも見せたいですわ、ニクマの晴れ舞台。私がクマクマ言ったっていいわよね。さあニクマの立体的な航空砲雷撃戦始めますわ。仕方ないわ。さあニクマの立体的な航空砲雷撃戦始めますわ。そして砲撃戦です。クマ簡単戦いきます。提督がミクマを選んでくれたから活躍できました。お礼申し上げますね。あれ？ゴトが一番？まあ私の故郷の偽装って物がいいし、そ、家具もいいんだよ。今度紹介するね。ニクマの立体的な航空砲雷撃戦始めますわ。さあニクマの立体的な航空砲雷撃戦始めますわ。やります。打ち方、はい、PT 軍との戦闘になりますね。まあ、支援艦隊がうまく攻撃を当ててくれましたので、うん、だいぶ有利な展開に来てますけども。お願い。
ったです、うん、なかなかPTM はね装備ちゃんと整えないといい結果に ならなかったりしますから、うん、なんとかここも無事にですね突破できてよかったです。みんなお疲れ様です。提督がミクマを選んでくれたから活躍できました。お礼申し上げますね。あれゴトが一番？まあ私の故郷の偽装って物がいいし、そ家具もいいんだよ、はい、今度そうですね、ちょっと最後まで聞けなかったですけどもね、コトランド本当に家具がいいもの揃ってますからね。今回は一番ここが突破しやすいような感じだったのは、先ほども話した通りなんですけども、今回も無事に突破できるようにみんな頑張ってきてね。そして支援艦隊、反抗戦か、さあどうなるか。このフラッグシップの重巡もね、命中率バカにできませんから、うん、場合によっては一撃で大破になることも十分考えられます。そうですよね、後段には PT がたくさん出てくる可能性が非常に高いですから、その対策としては水上艦の機銃もそうですけども、やっぱり支援艦隊もね出していかないと。これは私の選考が認められて、非常に強力な相手ですからね。光栄です、お受けします。よし、ここも突破できたので、いよいよ、ボス戦となりますね。私がクマクマ言ったっていいわよね。私がクマクマ言ったっていいわよね。はい、それでは4回目の戦闘ですね、ボス戦となります。第4警戒航行序列、戦闘形態を選んでの戦闘開始となります。さあミクマの立体的な航空砲雷撃戦始めますわ。そして砲撃戦です。クマ、相手の戦艦の数が1隻増えてるちょっと被害は避けられないですね。攻撃開始、火がしましょう。撃てた、少々弾幕が薄い気がします。単純時の攻撃型ではちょっとこれはかわせないかな、やっぱりね、ちょっとこれはかわせないですね、うん、そしてここでも被弾ですね、響きも被弾をしてしまいましたか。やはり2隻になるとね、被害が避けられないんですけど、ここまでやられるとは。響きを大破までするとは、深海生還許すまじ。半分、第一艦隊の半分が中大破とは。ではここからの、野戦で決着ですね、つけましょう。
もう艦隊の半分が集大敗になってしまいましたね。なんとか勝利ということですね。やはり2隻になると俄然、火力が違いますね。提督がミクマンを選んでくれたから活躍できました。お礼申し上げますね。それでもみんなの力でなんとか勝利できました。本当にお疲れ様です。私の故郷の偽装って物がいいし、みんなありがとう。家具もいいんだよ。今度紹介するね。そうですよね、戦艦2隻相手だとちょっとね、駆逐艦主体の輸送部隊では、しかしここまで被弾するとはちょっと予想外でしたね。艦隊が無事に帰還できました。よかった。でも、無事に、任務が達成できましたので、まずはちゃんと修理と補給と休息ですね、こちらをきちんとしていきたいところですね。不死鳥の秘密は修理のタイミングにもあるんだよ。ああ、今回もやられてしまいましたが。大変。今回もやられてしまいましたがと。お気に入りの制服が台無しよ。覚えてらっしゃい。しばらく有給をいただいてもいいでしょう。あ、いえ、なんでもないです。修復作業に入ります。これで、給油と修復は完了と。次は何？戦団号よね。あとは、疲労ですね。そちらの方の回復まで、スタートで少し足がスースーして。あ、野上、毛布ありがとう。一緒に使う？これでやっとモガミに追いつけそう。はい、それでは、準備も整いましたので、再度ですね、攻略をしていきたいと思います。支援艦隊のみんな、またよろしくお願いします。いいわね。よし。そして、本体ですね。作戦計画概要、あと残りが168なので、特に問題なければあと2回で終われるとは思いますが、そろそろ道中ですね。相手の抵抗も大きくなってくる時間じゃないのかなと内心思ってますので、どういう結果になろうとも、その
現実を受け止めて選んでいきたいですね。第一警戒、高校序列、対戦警戒で戦闘開始です。さあ、ミクマの立体的な航空砲雷撃戦始めますわ。逃がすな、撃て。来いや、今だ。単獣人ではなくて単王人でしたね。これが単獣人とかですね、もう事故る可能性が、まあ、爆上がりなんですけども、単王人であれば、まあ、でもそんな時でもね、抜かれると牙を抜かれちゃうんで油断はしないでいきましょう。よかったですね、なんとか今回も被害はほとんど出ずに突破できましたね。本当に潜水艦戦は、提督がミクマを選んでくれたから、まあ、今後も厳しい戦いが待っていますからね。申し上げますね、ピーパラ。まあそうなるわね、仕方ないわ、いただいておきます。まずは、初戦を突破ということですね。そして空襲マス、第三警戒、国交序列、陰形陣ですね。ここまでは特に被害がなかったんですけども、今回はどうでしょうか。でもみんなを託してきましたので、きちんとですね、この状態状況を、受け止めなければなりません。ゴトランドの対空カットインが発動して、よし、突破しましたね。よかった。ほんとね、ここはどれだけ装備と連動上げてもね、突破できないときは突破できませんのでね。活躍できました、お礼申し上げますね。あれ、ゴトが一番。まあ私の故郷の偽装って物がいいし、そ、家具もいいんだよ。今度紹介するね。はい、ゴトランド、いつも家具ですね、進めてきますけど、本当にいいもの使ってますからね。まあ、できるだけ、その家具使っていきたいところではあります。さあ、ピーティングに来ましたね。第4警戒航行序列で今度も突破できると信じて、みんな頑張ってきてね。ミクマの立体的な航空砲雷撃戦始めますわ。そして砲撃戦です。やっぱり新艦隊ですね。そして第二艦隊、やりましたね。磯波が最後はフィニッシュしてくれました。なんとかね、ここも突破できております。やりましたね。このように勝利をしてくれることが何より嬉しいですね。提督がミクマを選んでくれたから活躍できました、お礼申し上げますね。あれ、ゴトが一番。まあ私の故郷の偽装って物がいいし、そ、家具もいいんだよ。今度紹介するね。もうここは第二艦隊の機関が
MVP 取りやすいのでね、うん、さあここまで順調に来ましたけどね、最後まで気を抜かずにいきましょう。みんな頑張ってきてね。さあミクマの立体的な航空砲雷撃戦始めますわ。さあミクマの立体的な航空砲雷撃戦始めますわ。さあ支援艦隊のみんな頼む頼むよ。おー、いい支援またいただきましたね。ですね、うん、まあ、このような感じで、突破できますとね、安心して見ていられますね。提督がミクマを選んでくれたから活躍できました。お礼申し上げますね。あれゴトが一番、まあ私の故郷の偽装って物がいいし、そ、家具もいいんだよ。今度紹介するね。はい、今度紹介していただきます、うん、いや本当に順調に来てますから、まあ、特に問題はないんですけどもね。しかしながら、まあ、最後まで、気を抜かずに、行かないとね、こういう時は、うん、まあ、順調だからこそ気を引き締めていくと、まあ、そういう戦い方が求められると思います。はい、さ、先ほどはねちょっとだいぶ被害もらっちゃいましたけども、今回もね突破をしていきたいと思います。第4警戒航行序列戦闘形態で戦闘開始です。みんな、さあ、頑張ってきてね。さあ、ミクマの立体的な航空砲雷撃戦、始めますわ。そして、砲撃戦です。クマ！今だ。撃て！オープンファイア！雷撃戦まで持ち込まれちゃうとやっぱりね少しダメージ出ちゃいましたけども、とまだまだ走れます。戦艦の攻撃は、うん、的確にこちらを捉えてきますね、うん、でもこちらも負けてはいられません。野戦で、決着をつけに行きましょう。今回も、勝利することができました。よかったです。いやー本当にね、なかなかこう申し上げます、ね、勝てるとは思っていても、あれゴトが一番、まあ、最後までどうなるかは分かりませんからね。私の故郷の、まあ、最後まで気を抜かずに、そ、家具もいいんだよ。今度紹介するね。続けていけるようにしないといけませんね。艦隊が無事に帰還できました。よかった。さあようやくですね、パッケージの方もだいぶ削れてきておりますので、まあ、おそらく次で
攻略できるんじゃないかとは思うんですけど、十分修理と補給、そして休養ですね、この3本を忘れては回帰突破ができませんので、大変申し訳ありません。サギリは少し服が汚れてしまったわ。待ってて、これでやっとモガミンに追いつけそう。あとは装備の方ですね、まあ最後ではありますけども、どうしようかな、ちょっと装備は、どうかそうか、どうしようか。作戦計画概要、今60だから、3つ下ろしてもいけるかな、2つだけ下ろして、ちょっと機銃の方を増やして最後は行こうかなと思います。こちらの、ポンポン号ですね、こちらを2つ、1つずつ装備させています。こりゃありがたいね。あとは第2艦隊の方ですね、どうも対戦がちょっと怖いんだけどな。100までには持っていけそうにないしな。これで99だから、まあ、示してありかしら。Thanks。もっと活躍できるよう頑張ります。嬉しい、ありがとうございます。ほっとしますね。これで2人先生対戦して、徳方駆逐艦白雪出撃します。ちょっと対戦ですね、潜水艦がちょっと怖いので、ちょっと装備の方ですね、そちらを変更しました。あとは、問題ないのかなと思いつつも、しっかりですね支援艦隊も出して、いいわね、よし。そして、機関砲をパースに防空巡洋艦ゴドラム抜擢します。では、出撃ですね。輸送作戦。作戦計画概要をご説明します。前段作戦。アレンス海。第二作戦海域。作戦要項です。突破のための出撃。行ってみましょう。輸送作戦です。航空巡洋艦ミクマ出撃しますわ。今回もね、対潜水艦用意をしてきましたので、いいわよね、大丈夫だとは思いますが、さあみんな頑張ってきてね。第一警戒航行序列、対戦警戒で戦闘開始です。さあミクマの立体的な航空砲雷撃戦始めますわ。戦闘形態はタウン王子に行きましたね。撃て、トブキちゃんも頑張ってるかな、私も
ですね。フォイヤー攻撃開始、行きましょう。ダーあ、やはりこう潜水艦は、まあ、先制で倒すというのが、まあ、一番確実なんですけどもね。提督がミクマンを選んでくれたから活躍できました、ね、後半回帰になりますと結構これかわしてきたりもしてくるので、うん、まあそういった時の対策も考えないといけないんですけどもね。ああ、そうなるわね。仕方ないわ。いただいておきます。しかしながら、まあここは突破できましたので、うん、まずはこれで次の対空戦ですね。空襲マス、うん、突破できるかどうかここにかかってきています。ちゃんと臨警陣ですね。第三警戒高校です。あとは結果を待つばかりという感じですね。ミクマの立体的な航空砲雷撃戦始めますわ。そして攻撃戦です。さあ、コトランドの対空カットインが出まして、お願い。さあ、とか、今の計5隻に攻撃来ましたけどね、なんとかかわせましたね。だいぶ攻撃が苛烈になってきてる、そんな感じがします。提督がミクマを選んでくれたから活躍できました。私はもうここで見ていることしかできませんけどね。まあ、幹部たちはこう戦闘で、まあ、個々の判断で戦闘を行っているわけなので、仕方ないわ。いただいておきます。その戦いをねきちんと見て、そしてこの戦闘がきちんとできたかどうかの結論を自分の中で納得して、次の戦闘に向かっていかなくてはなりませんが、PT 軍ですね、第4警戒高校です。戦闘形態で、戦闘開始。みんな頑張ってきてね。ミクマの立体的な航空砲雷撃戦始めますわ。定型陣か TP を3機立体的な航空砲雷撃戦始めますわ。打ち漏らすとちょっと厳しくなってきますね。敵艦隊を追撃します。いい支援艦隊ですね。あとは PT 最後まで倒すまで気を抜かずに、よし、落とせました。でもまだまだ気が抜けないですね、最後まで。最後まではこうきちんとね、気を抜かずにいきたいところです。活躍できました。お礼申し上げますね。あれ、ゴトが一番。まあ私の故郷の偽装って物がいいし、そ、家具もいいんだよ。今度紹介するね。はい、ここでピーティングですね、突破できましたけども、まだあの水雷戦隊が残っています。ここも突破するための陣形は第4警戒航行所ですね。戦闘形態で戦闘開始です。さあ、みんな頑張ってきてね。ミクマの立体的な航空砲雷撃戦始めますわ。そして砲撃戦です。クマ、さあ追い込むわ。敵艦を捕捉、攻撃開始。支援艦隊来てくれました。あとはこちらの艦隊で、対策した通りの結果が取れてきましたね。これでようやく輸送作戦ですね、完成するところまでできそうです。お礼申し上げますね。あれ、ゴトが一番。まあ私の故郷の偽装って物がいいし、
具もいいんだよ。今度紹介するね。いや本当にゴトランド無双状態ですね。もう MVP 率が半端なく高いですね。進路を、ケーマスに向けて物資の揚陸を開始します。あとは、勝利以上することで、任務が完遂されるということなので、この戦闘ですね、きちんと対応できるように戦闘形態を選びましょう。みんな頑張ってきてね。さあ、ミクマの立体的な航空砲雷撃戦始めますわ。機関は戦艦1、軽巡1、駆逐4ですね。戦闘形態は反抗戦、相手の初弾は外れて、いやこちらがかわしたというべきでしょうね。いいですね、こちらの攻撃がきちんと当たっています。しかしながら来日戦で2発、ヒューストン、そしてマックスもちょっとダメージ入っちゃいましたけどね。でもこれであとは残すは敵機関のみということになっています。まだまだ走りますよ。本当に天切を狙っていくのか、天切がカバーしているのかわかりませんが、とにかくあの日がちょっと今日は多い気はしますが、しかしこれであの野戦ですね、押し込むことができました。敵の雷撃にも注意せよ、突撃撃て、無事に勝利することができました。みんな本当にお疲れ様です。活躍できました、お礼申し上げますね。来るビーベラ、まあそうなるわね、仕方ないわ、いただいておきます。はい、これで本輸送作戦ですね、完成することができました。出てきましたね、本回帰 のボスが姿を現してきましたね。私がクマクマ言ったっていいわよね。はい、まあ、こんな感じではありましたけどもね、やっぱり、まあ、輸送作戦は、まあ、戦力が限られた中でやらなくてはいけないというところが、まあ、一番難しいところではありますし、まあ、道中の PT の対策ですね、まあ、ここが一番肝だったのかなとも思いますが、まあ、だからといって、まあ、対戦とか対空とかもおろそかにできないというところが、見せられたのかなと思います。 KK さん、あ、おめこめありがとうございます。無事にあの本日の、お題を攻略できてよかったです。みんな本当に、お疲れ様でした。まあ、もちろんまだ戦力ゲージが残ってますのでね、そちらの方も、準備が整い次第、また配信をしていきたいと思います。それでは、今日は無事にと言いますかね、ちょっと前回は時間が随分かかっちゃったので、このコーナーできなかったんですけども、今日はやっていきます。お姉さんもお疲れありがとうございます。では、
いつもやっているコーナーやらせてもらいます、今日は何の日コーナーですね、はい、こちらの、今日12月6日ですね、ラジオアイソトープの日となっております、ラジオアイソトープの製造に使われるサイクロトロン、核粒子加速装置を開発した物理学者西名義雄博士の誕生日ということになっております。西名博士は日本の量子力学の拠点を作ることに尽くし、宇宙船開発、加速器関係の研究で業績を上げました。日本の現代物理学の父とも呼ばれているので有名だと思います。ラジオアイソトープは特別私たち の, あの日常でも使われている技術で、放射性医療品を用いて、臓器の血流や機能を調べたり、甲状腺に吸収されやすい要素の放射性同位体を利用してがんの治療をしたりといろいろな用いれ方をしています。なかなか難しい学問だとは思いますけどもね、本日は12月3日だということだったので、西名博士のですね、記念日ということを紹介させてもらいましたが、ちょうど当時はといいますかね、カンコレの世界と似ているところとしては原爆開発ですね、こちらをできないかということを博士に相談をしたそうなんですけども、現実的には、開発は今回の戦いではね、使用できないだろうというふうに結論をつけられてはいたんですね。しかし、1945年の夏に、広島と長崎攻撃を受けた時には、すぐにこれが何だあるかは博士がすぐ分かっていたそうで、その現地にですね、すぐ調査を出かけたというような逸話もありました。今日はそういう西名義雄さん博士の誕生日を紹介させていただきました。それではですね、いよいよ次回は戦力ゲージの攻略となります。私も投稿ペースがあまり早い方ではないので、次回は早いうちに準備が整い次第配信をしたいと思いますので、多聞丸のカンコレ多聞丸です。ぜひチャンネル登録をしていただきまして、また次回も皆さんと攻略していきたいと思っております。それでは、本日はこれまでということになりますので、また次回もお会いいたしましょう。では皆さん元気で、じゃあねー。